はい、どうもこんにちは。フーズフューチャーディレクターの自由人山 D です。今回もフーズフューチャーやっていきたいと思ってるんですけども、今ですね、まあ、安倍総理大臣の病気のこととかもあってですね、巷で今腸の、まあ、腸に関する病気 のニュースが増えたかなというふうに思うんですけども、今回ですね取り上げさせていただくネタとしては、過敏性腸症候群とは何かということに関して説明できたらなというふうに思っています。まあ、お腹の調子がね、大なり小なり悪くなる方はいると思うんですけども、この過敏性腸症候群、はですね、結構調べれば調べるほどハードな病気だなというふうに思いますので、こちらの方を知っていただければいいかなというふうに思っています。で、私今日はですねこんな格好してますけども、実は今北海道の釧路にいます。まあ、まだ9月なんでそんなに寒くないですけどね、まあ、ちょっと GoTo キャンペーンということでですね、一足早く早く東京の皆様よりかは一足早く来させていただきました。で、氷結のこの網走ビール、これをちょっとね飲んでみたいと思いますので、これね漂流あ違うこれ流氷を、仕込みの水に使用したということで、まあ結構こっちでは話題になってるんですかね。あ、すごいすごい、これ色こんな色してるんですね。そういうことか、なんか着色料が入ってると思ってたらこういうことなんですね。これで何ですか、なんかソーダみたいな感じですけど、いわゆるオホーツク海流氷使用ですね。はい、アバシルビールいきます。いただきます。うん、ほんとだ、甘めフルーティー、あ、これは美味しいですね。ラムネに近いような感じの、はい、フルーティーさがあるというか、そんな感じなんで、これはビールの苦味っていうのはないですね。これ結構美味しいです。これちょっと気に入っちゃったではちょっと本題に入らせていただきたいと思います。で、過敏性腸症候群に関してはですね、まあ、いくつかの症状があるので、まずこの症状がですね結構数あるんですけども、ざーっと言っていきます。まず、慢性的に便秘下痢を繰り返す、1日に何度も、軟便下痢をする、1日に何度もお腹が痛くなって便が出そうな感じはあるが、なかなか便がうまく出ないと。で、うさぎ糞状の、コロコロの硬い便で出にくい、出にくい、そうですね。あと残便感がある、腹痛、腹部の不快感が頻繁に起こる、ガスが溜まってる感じがする、お腹が張って痛い、緊張すると急にお腹が痛くなる、大事な場面でお腹を下してしまう、冷たいものを食べるとお腹がぐるぐるなって痛い、授業中や仕事中、移動中などのすぐにトイレに行けない状況だとお腹が痛くなる、朝食後や通勤通学の途中でお腹の調子が悪くなる、学校もしくは職場で頻繁にトイレに行く、帰宅時帰宅後には落ち着いていると。まだあるんですね。週末はお腹の調子が落ち着いている、まあ、仕事がないからとかそういうことですかね。排便によって症状改善、警戒し、ストレスや緊張などで悪化することが多い、頑張って腸活をしているのに改善しないと、いうところですね。慢性的に続いていれば過敏性腸症候群による症状かもしれませんという、ことなんですね。なんか過敏性腸症候群 IBS なんていうふうに、言ったりとするみたいなんですけども、ですね、過敏性腸症候群というのはですね、腸の蠕動運動ですね、まあ、蠕動で収縮したりすることです。要は収縮運動がうまく機能しないなどの、機能的な異常をきたす病気ですと。で、10代から40代と若い方に多く、最近は中高年層にも多く見られていますということなんですね。
10人に1人がこの疾患になる、10人に1人がこの疾患による症状を持っていると推測されている。これかなり多いんですね。で、ストレスなどにで、腸が過敏に反応して便通異常をきたしますと。で、過敏性腸症候群というのは神経質な人、真面目な人、などにですね、発症しやすいということが分かっていますが、ですね、ストレスの多いと言われている現代社会では誰もがなり得る病気の一つと言えます。さらに最近の研究ではですね、腸内フローラの、乱れが原因であることが、分かっているということですね。細菌やウイルスによる感染症腸炎にかかったその後、その回復後に過敏性腸症候群になりやすいことも知られていますということです。で、腸内フローラに関してはですね、また、この後にもう一個画像、動画を作って、紹介したいなというふうに思ってるんですけども、腸と脳の関係なんですね。腸と脳の関係がですね、実はかなり密接に影響を及ぼし合っているということが分かっています。脳腸相関とか腸脳相関という言葉があるのですが、ご存知でしょうか。生物にとって重要な器官である脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼし合うことを示す言葉です。要は本当に脳と腸が本当にこれは密接に関わっているということで、ストレスを受けると脳からの信号が腸に伝わり、腸の運動に影響を及ぼすんですね。なんか分かる気がしますよね。やはりこのストレスを感じてしまうことによって腸のなんか運動がなんかねおかしくなるなとか、多分敏感な方はもうむしろね、人によっては胃に来る方もいるでしょうし、腸に来る方もいるでしょうし、僕は緊張すると腸に来る方なので、僕はどちらかといったら多分そっちに影響を受けやすいのかなって、腸の方には影響を受けやすいのかなという感じがしています。で、ストレス状態や緊張により腸の収縮運動が過剰になり、また痛みを感じやすい知覚過敏状態になります。腹痛や下痢が生じるのはそのためだそうです。これが顕著なのが過敏性腸症候群 IPS ということなんですね。脳と腸の関係だから、これは腸活というのを しても多分ストレスを感じる生活ばっかりしてたら多分これ難しいんでしょうね。はい。だから逆に腸を整えることで精神が安定するということも期待ができるんですね。で、これじゃあそもそもどうしたらいいのかということなんですけども、症状を抑えることも大事ですけども、根本的にじゃあなんでこれになってしまうのかというところで、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、じゃあどうしたらいいのかということなんですよね。ですね、ここには3つ、あります。1つが日常生活ケアで、もう一個が食事療法で、最後の一つ、薬物療法がありますので、こちらの方をちょっと深掘りしていきたいと思います。はい。日常生活ケアに関しては、ストレスをためない、お酒タバコに頼らないで、自分に合ったリラクセーション法を、取るということですね。で、睡眠休養を十分に取ると。で、適度な運動をすると。で、排便習慣を身につけるということですね。次、食事療法なんですけども、下痢型の方は刺激性のある食品、香辛料のよく効いたものなどを避ける、冷たいものを一気に飲まない。これね、冷たいもの結構腸に効きますよね。これはなんか分かる気がします。高脂肪食を控える、アルコール控えるということなんですね。で、便秘型に関しては水溶性の食物繊維、ネバネバ系の繊維、里芋、山芋、オクラ、もずく、わかめ、なめこなどなどを意識的に、摂取すると。で、ガス型のタイプですね、ガスがこもるとか、ガスタイプの一つの低フォドマップ食を意識してみるということです。で、この低フォドマップ食っていうのは FODMAP って書くんですけども、フォドマップ食、これもまたですね、次の、また新しいこれ動画作っておくので、ちょっとこれはこれでまた別で、深掘りしていきたいなというふうに思っています。で、過敏性腸候群の、特に、ガス型において注目されている食事療法があるということですね。で、こちらが、フォドマップということです。はい。で、フォドマップなんですけども、ここでは簡単にですよ、発酵性
玉ねぎとかヨーグルト、牛乳ですね、蜂蜜、果物、キシリトール、人工甘味料キシリトールなどなんですけども、本来ですね、腸活としてこの推進されるものが多く含まれてるんですね、オリゴ糖、二糖類、単糖類とかですね、そういったものというのは。ただしかし、腸の調子が悪い時には、食物繊維やオリゴ糖などの善玉菌の餌となる食事を進めることが多く、実際にそれで便通異常が改善されることが多く見られています。しかし過敏性腸症候群においては、このフォドマップ食は発酵性が高いため、お腹の症状をですね、誘発してしまう可能性があるということで、こちらがですね、また消化吸収されにくく、小腸の中でそれを薄めようと血管内から小腸内へ水分が送り込まれます。その結果下痢やお腹の張りを引き起こしますということが、起きてしまうらしいので、低フォドマップ食というふうに言われています。なので自分の症状に合わせてのこの合った食事というのがどうもこれを読んでる限りだとあるみたいなんですね。なので本当にこの病気かもしれない。でこの病気の方はですね、こういったところに気をつけていただければいいのかなというふうに思います。で最後に薬物療法ですね、これは西洋のお薬、西洋薬とあと漢方薬等がありますということです。まあこれに関してはですね、消化器病の専門医とかですね、内視鏡専門医に診断して治療を行えるということですね。まあ病院の方に行って、相談してみてもらったらいいのかなというふうに思います。はい、なのでちょっとね、本当に腸の問題に関しては悩んでる方多いと思いますし、私もお腹結構壊しやすいところあるので、まあ本当に腸は大事ですね。僕もかつて直腸に 1.2 センチのポリープがストレスでできたことがあります。もう2年ぐらいかけてそれぐらい大きくなったそうです。まあ、そういったこともあるので、腸とあとはストレスですね、脳と腸が密接に関係しているということで、なるべく、そういった自分の体にですね、負担のかからない生活を送ってもらえたらいいかなというふうに思っていますし、まあ、僕自身もそういうふうになるように心がけていきたいなというふうに思っています。それでは今日はこんなところです。また次回お会いしましょう。さよなら。